はい、皆さんおはようございます。今日は奈良市ツーリング第2弾、霞ヶ浦まで行ってみたいと思います。現在ね、国道50号をね、小山方面に走行中です。今佐野まで来ました。今日はあいにくのね、曇り空でね、あんまりツーリング日和じゃないですね。今回からはね、ちょっと GoPro の方をネックマウントに変えたんですけど、こっちの方がなんかバイクがよく映っていい感じに撮れてると思うんですよね。でね、現在走行距離がね900キロ、明日ね1000キロ点検に行きたいと思います。それでね、これのね1000キロ乗ってくるとね、いいとこ悪いとこがちょっとずつ見えてきましたよ。まあほとんどいいとこばっかりなんですけど。まずね、あんまり良くないとこ、そうね、フロントショックとリアのショックがね、わりかしこれスポーツ向けにできてるみたいで硬いんですよね。前の G310 がふかふかすぎたんだと思うんですけど、やっぱりいろんなバイク乗って買った方が良かったかもしれないですね。でもこれコスパいいんですよね。それに惚れて買っちゃったんですけど、それとね、このメーター表示項目がね出るんだけど少ないですよね。あのガソリン系がね1個ずつスクロールで距離とかトータル距離、トリップで平均燃費、そう、あ、航続距離で、これね結構ね他にも走行時間とか選べるんですよね。でもガソリン系だけ常に表示欲しいですよね。でその他にトリップとかトータル距離とか出てて欲しいっすよね。他の画面見るとね全部一目で分かる画面があるから多分そういうこういう表示になってるんだと思うんですよね。これ走行中にできるんかな。あ、できるんだね。この画面見るとねマイモーターサイクルっていう画面があるんですよ。あ、これ見ればあれなんだ、一目瞭然なんだね。トータル932キロ、走行可能距離が314キロ、バッテリーもこれで見れるんだね。あとエンジンラジエーターの水温かな、これ水温84度。あ、結構見れるっすね。で次の画面がねオンボードコンピューター、ここにも出るんですよ。で次がトリップコンピューター、こんな感じです。でもいちいち画面をめくって見るのはめんどくさいんで、一つの画面で見たいですね。この画面にガソリン系とトリップメーターとトータル距離ぐらい見たいですね。私の好みですけど、まあそんなくらいかな。贅沢ですよね、ダイナミックイーサーがついてて。
今日はねロードとで一人乗りで来てるんです。全回転で6速だとちょっともたつく感がありますね。せめて3000ぐらい回ってないとトルクが足んないかな。今日は、これであれか、何時間走ったか分かるんだな。あそこでゼロにしたから走行今25分っすね。休憩はゼロ。これ結構いいかもしれない。ここでね、GoPro のマイクが抜けちゃったみたいでね、音声が全然取れてなくてがっかりですよ。それじゃあね、この後道の駅でトイレ休憩したらまたお会いしましょう。それじゃ。はい、道の駅を出てね、これからね、霞ヶ浦に向かいたいと思います。また近くになったらお会いしましょう。それじゃ。はい、もうそろそろ着きますよ。結構かかりましたよね。ここ左かな。おお、やっと着くね。左折は消えんねえの。あ、消えた。やっと着きましたよ。サッカーボール臨時駐車場。霞ヶ浦総合公園です。まだ霞ヶ浦が見えてこないんですけど、お、来たかな。あれ全然見えねえんじゃねえの。もしかして、あ、この辺が見えそう。お、ちょろっと見えた。ここは？ここが見えるんかな。経由地。あ、ここがいいんじゃねえの。あ、ここはあれか。あ、ここでなんか取れそう。ここでなんか写真が撮れそうじゃない？はい、あれ到着しましたよ。よし、はい、霞ヶ浦公園に来ました。これからねお昼にしようと思って今場所を探しに行きます。今風車が回ってるんだ。水車もあるし、こんな感じですね。そろそろ長くなっちゃうんでね、今回の動画はこの辺で終わりにしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございます。よかったらね、チャンネル登録、グッドボタン、
よろしくお願いします。次回の動画は、お昼を食べて、玉造道の駅に向かいたいと思います。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。藤棚だ、思い出したの。藤棚の下にベンチがあるんで、そこでお昼にしたいと思います。